アロハネイチャーケアハワイ村田です。今日は一時帰国の様子を、ご紹介いたします。出国72時間前に陰性証明を取りに来ました。ヒロアージャンケア、ここはヒロの空港の近くにあります。ここには PCR 検査もありますが195ドルするんですね。それでなくても NEAR4 というのが、こちらは125ドルで、15分で、結果が出ました。出発当日は5時起きで5時半に家を出て、6時に空港に着きました。7時の便でしたがまだ暗いです。最後にトム先生とお別れ、ここでさよならです。私はハワイアンエアラインだったんですけども、他の飛行機会社の人もいるので、空港は混雑していました。ヒロらしく最後雨が降ってきました。飛行機に乗ってみたら満席でした。ちょうどココナッツアイランドが見えていい景色でした。しばらくハワイ島もお別れです。今度いつ帰ってくるかまだ決めてないんですね。すごく旅は順調で景色も良かったです。オアフ島に着いたので乗り換えです。ここからいつものように国内線から国際線に向かう通路歩いていきます。ここの空間好きなんですよね。2ヶ月前から新しいターミナルができてちょっと迷ってうろうろしてしまいましたが、係員の方に聞いてみましたので大丈夫でした。新しいターミナルはキオスクとおトイレしかなくて免税店はないので、お土産買う方は気をつけてください。待ってる方ほとんどいなかったんですが、中に入ってみたら本当にガラガラで26人しか、お客様いなかったです。しかもその中には乗り継ぎの方もいらっしゃいました。飛行機に乗ったら早速書類を渡されたので、いろいろ記入しました。最初の食事は麻婆豆腐選びました。スーパードライがなかったので一番絞りを頼みました。半沢直樹2やっていたので、ずっと見てました。日本に到着する前にサンドイッチと、ビスケットが出ました。飛行機が着陸したら乗り継ぎの方から先に降りていって、他の方はだいたい10分ぐらい待っていました。コロナの検査の結果が出るのに2時間以上かかったので、おにぎりとあとお水をいただきました。ありがたいです。出口のところである程度の人が集まるまで待っていました。ここからみんなでバスに乗ってホテルに向かいます。飛行機の到着が4時だったので5時間近く空港にいたことになります。バスに乗る前からホテルの場所は伝えられていたので安心でした。大体、40分ぐらいですね、夜道が空いてたので、スムーズに来ることができました。バスを降りてチェックインするのも順番に行いました。スタッフの方もたくさんいらっしゃってスムーズにチェックインすることができました。本当に感謝です。私自身も YouTube を見て渡航前に参考にさせていただいてました。私の経験がまた他の誰かのお役に立てると嬉しいです。それではアロハ、バイバイ。